はいゆうです。はいまさです。今回は超リアルプニットン缶詰マスコット BC を紹介していきます。キラーン。ティアラチャンネル。はい、一つ目、和牛コンビーフ。牛ですね。牛ですね。牛の肉。ラッチョミート。焼き鳥。鮭。じゃじゃじゃーん。シークレット。ベニズワイガニです。はい。このシークレットのベニズワイガニだけ、カンカンがほら、なんかこう錆びてるか、古い感じがあのね、リアルになってる。ね。こっちもツルツルに。うん。開けます。パッカーン。何これ。なんかあもちもち。お餅みたいな感じ。本当だ。お、なんか手がぬるぬるになって、なんか本当にカンカンに入っとった。うん、本当にね。なんか本当のお肉。あとなんかリアル。リアルだよね。ボツボツしてる。ボツボツっていうか穴がある。なんか匂いある？ゴムの匂い、ゴムの匂い、ゴム。おお、ゴムの匂い。もちもち。もち。はい、次。和牛コンビーフ。てってでー。お、なんかさっきのと色が違う。ほんとだ。色違うね。プニプニ。はい。さっきとあんま変わらない感じかな。こっちの方が柔らかい。そっち、触って触って触って。あ、ほんとだ。なんかこっちはなんかコリがあるお肉みたいな。コリがありますね。違うね。はい。開けまーす。えぇ、あれ、おぉ、蓋についてないね、これ。あ、ね、触り感じは硬いかな、結構。そっちは、あ、こっちはなんかこっちがちょっと硬い。こっちしっとりしてる。なんか、こうやってしたら出せるのかな、ひっつく感じがする。これは、ぷにぷにぷにって感じ。あ、ベタベタする。一生触れる。こっちね、本当に手にくっつきそう。気持ちいい、気持ちいい。ね、うん、最後にユナのと吸ってくれる。シューって、行かないでって。そしてそしてシークレット、開けます。ふい、チャキン。開けて開けて、何が出るかな。オープン。おー、白い。え、待って、ちょっと待って。え、触らせて。なんか全部違う。全部違う。硬さはちょっと微妙に違うんだけど、なんか触り心地っていうと、これはちょっと吸い付くみたいな。で、こっちはなんかもちもちで、こっちはズワイガニだね。カニ。カニの混ぜ合わせ。こっちより、鮭よりは硬め。うん。だけど、焼き鳥よりは柔らかめ。皆さん、このガチャガチャを見ていると、とっても食べたくなりませんか？でも、食べちゃダメだよ。